4日金曜日夜8時からはミドリン放送局にお付き合いください。私ミドリンこと白石ミドリです。この番組はハイスケ商品のゆいまる、北海道グルメ特選便、伊藤のショップ、札幌探偵事務所、食材茶箱から、美容サロン神の協賛でお送りいたします。というわけで皆さんこんばんは。本日はひな祭りスペシャルです。はい、目の前にね、あのね、お大儀様とおひな様がね、2セットいるんですよ。はい、そんな感じで、今日のみどりん放送局は、ひな祭りスペシャルなのでね、ひな祭りっぽくしようと思います。はい、というわけで、早速ね、もうチャットに参加してくださって皆さん、ありがとうございます。かいちゃん、ひでさん、べしおさん、とてじりさん、つよしさん、とどけさん、ありがとうございます。こんばんは。はい。あ、かいちゃん、卒業おめでとうってことで。あー、ひでさんも、しゅうさんも、ありがとうございます。無事卒業しました。はい。高校ね、3年間長かったですね。なんか高校って、時間短く感じるみたいな。小学、中学、高校と上がってきたんびに、時間が早く感じるって言われてましたけど、高校がもう一番長かった気がしますね。小学の6年間よりも長かったような気がする。そのぐらいなんかね、今後は長かったな。ひな祭りさんかな。こんばんは、ありがとうございます。はじめましてかな。姫祭りさん。姫祭りさんか。はい。JK だったんですよ。そうなんです。もうつい先日まで JK だったんですけど、もう JK とかになっちゃったんですよね。はい。でもこれからもゲーム活動を続けていきますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、今日のコーデを。はい。本日のコーデです。4プラスの中にあります伊藤食さんからの提供です。ちょっと春っぽくて可愛い。今日また新しく入ったのでこれを即決してきました。皆さん遊びに行ってくださいね。はい、よいしょ。これね、すごい私気に入ってるんですよね。ジョン・カーワンですか。何ですか、ジョン・カーワンって。犬とかの名前ですかね。ジョンって。わかんないですけど。はい。こんな感じですね。はい。で、まずオープニングいきたいと思います。今日ももっと新札幌、SM ドラマシティのもっと新札幌に出演してきました。今日はですね、ゲストさんが来られたんですよ。落語家の方で、春風亭勉強さんって方がいらっしゃったんですけど、まあ、やっぱり面白かったですね、お話が。なんかね、落語だけじゃなくて、普段の話も面白いんですよ。なんか、びっくりするところにボケが入ってたりとかして、すごい面白かったです。お話してても、興奮したかったですね。でね、今日のね、ラジオの天気予報めっちゃ感じたんですよね。今日、ちょっとね、へこんでます。先週はって言ったので、今週はね、なんか、バタバタしてたんですけど、はい、来週またリベンジしますから、天気予報。オホーツク海側が言えなかったんですよ。来週リベンジしますから、オホーツク海側で。ラグビーで言うザクです。ごめんなさい、ラグビーで言うザクもわからないです。カミカミでした。はい、将軍さんともに私もカミカミでした。あ、むしくん、こんばんは、ありがとうございます。いやね、カミカミでした。はい。そしてですね、たけやきホットさんっていうお店の方で、グルメのリポート行ってきました。ね、たけやきってなんか、たい焼きみたいな感じなんですけど、たい焼きってたいの形してるからたい焼きじゃないですか。で、ここは、たけの形をしてるからたけやきっていう名前なんですけど、実際になんかサプライズで店長さんが焼かせてくれて焼いたんですけど、なんかちょっとあんこがはみ出たりとかしてうまく焼けなかったんですけど、そちらの動画はもう上がってますよね。上がってますので、よかったら皆さん見てみてください。このお店本当に美味しかったんですよね。すごいいっぱい食べちゃいました。なんかあんこ食べたのにすぐクリームとかも食べちゃってペロッと食べれる、すごい美味しい。やっぱね、焼きたて一番美味しかったです。あと自分でも焼きましたよね。はい、自分でも焼きました。でも自分で焼いたやつはね、やっぱりね、味は変わらないんですよ。衣とかってそのまま生地できてるから、それで
あの焼くだけなので味は変わらないんですけど、あのクリームとかあんこのバランスが悪くてそう絶妙なバランスが取れなかったっていう。で、あんこはみ出てるしみたいなまあ動画見てくれればわかると思います。あのね、完成形だけ見るとね、あれ割とできてんじゃんって言ってくれるんですけど、あの作ってる過程を見ると結構ボロボロなんですよもうプレートにはみ出しまくっちゃって生地わーみたいな畳も触ってないよみたいな感じがひどかったですでも美味しいのでぜひ皆さん行ってみてください。はい、それなんかその初級地方っ子さんの住川店の店長さんがブログをやってるんですけど、私のことを書いてくれて、札幌ウェブの方が取材に来ましたって言って私のこと書いてくれたんで、よかったらアメブロなんでそちらの方も見てみてください。よろしくお願いします。そしてフォトタイムの白井梨沙ちゃんと一緒にまた苫小牧のサランバンという焼肉屋さんに行ってきました。いやー美味しかったです前回はあの白老牛を食べに行くっていうのがメインで行ったんですけど、もう白老牛の他にももうメニュー、あの味噌ホルモンとかあって、で味噌ホルモン出してもらって食べたんですよ。すごい美味しくて、でまた食べに行きたいねとか言ったんですよ。確か2月ぐらい、2月中ですよね。2月中に1回行ってるのに、いやもう1回行きたいねって言って2月中にまた行ったんですよ2月最後の日、28日に行ってきて、でその日はその味噌ホルモンを食べに行ったんですけど、いや他にもいろいろね、やっぱね、あのメニューいっぱいありますから、目移りしまくって、あの大食いキャラですから私たちお寿司屋さんとか行ったら2人で37皿食べちゃうような大食いですから、またね、いっぱい食べちゃったんですけど、そちらの動画も月曜の夜に上げる、月曜の夜に上がる予定らしいです。ぜひ見てください。また食べまくってるなとか思いながら見てもらえたら幸いですはい、ちょっとチャットを見ていきましょうか。はい、で音楽が止まっちゃったからちょっとなんか寂しいね。虫くん、神様が宿ったの、あ、神々だからはい、じゃあラグビー日本代表のヘッドコーチです。監督みたいなの、そうなんだ、わかんない。オホーツクがちゃんと言えないと松山千春に怒られてる怒られちゃうか松山千春さん好きですからね、怒られちゃうかな。なんかクリームで笑ってますよ。それじゃあ東京さん、さっき焼き食いたい、めっちゃ美味しかったですよ。絶対あと東京とか東京にお住みなんですもんね。本当に美味しいからぜひ食べてもらいたい。可愛いと思います、了解白い紅茶にクリームつければ美味しいよ。あ、そうなんですか。今度つけてみよう。虫くん、どさってやったんですか、ね、あ、マークさんはありがとうございます。金ちゃんじゃない、どっち話しようか。みどりん、最近事務所行った会社中にみどりんに連れてもらってないです。最近事務所行ってないんですね。あの19日にあったライブ以来行ってないですね、事務所にはなかなかね、仕事がの予定と合わなくて事務所行けないんですよ。ジンギスカン食べないと。そうですね、ジンギスカン、でもなかったですよね確か。韓焼肉って韓国をもう、なんていうか、なんだろう、韓国を再現してる焼肉屋さんなので、なんかジンギスカンとかそういうのはなかったですね。ユッケとかそういうのもあったんです。ユッケ食べたん、あ、食い止めしか書かれてる食い止めしか書かれてる焼肉食べてきたんですか、いいですね。ヒデさん、ヒデさん、ギターの音ってことは、てんてんてん、横田さんまた来てるのこの後わかりますので、ぜひ皆さん、最後まで、最後までいてください。はい。ジオソングを無理やり作曲を手がしたこの支配者、いや、はい、じゃあまた大橋さんが来てますよ。はい。そして、明日は、小樽の方でロケに行ってきます。めっちゃ楽しみです。何のロケかはまだ言えませんけど、小樽に行くんです、明日。明日、小樽雪なんですかね。札幌の天気は曇りのち晴れなので、崩れないと思うんですけど、小樽もなんか晴れとかだったらいいな。外なんですよ。ね。ね。カメラマンさん無視して。
外ですよね。外なんです。だから暖かい服装で、暖かい服装で、暖かい服装で行かないと。オホーツク海側、オホーツク海側なので。何ですか？日本海側。日本海側なので、暖かい格好で、暖かい、はい、行っていきたいと思います。はい、行ってらっしゃい。ありがとうございます。山じゃない、山じゃないんですよ。暖かいとこ行ってきます。暖かいとこ社長に渡したから今度、あ、はい、社長から誰かもらって来てくれるかもしれない。かもしれないですけど、はい、緑眠たそうな感じ。眠たそうな目してますかね。いやでも明日も朝早いですよね。ね、もう亀山さんも覗いてます。亀山さんは朝早くての苦手なんですよ。で、私も苦手なんですけど、明日早いからちょっと2人で、ね、どうしようみたいな、寝落ちちゃったらどうしようみたいな感じの恐怖があります。うん、どうなんですかね。天気がどうしても気になるところですけど、はい、晴れることを祈って、はい、そのわけで、はい、コーナーに行く前にこちら、じゃん、産業食品のゆうまるさんで今販売している緑インセレクト、今販売しているので、ぜひ皆さん行ってみてくださいね。お試し価格みたいになってますので、はい、YouTube に載ってます。YouTube に載ってます。はい、ゆいまるへの問い合わせは、011-662-0077、011-662-0077になっております。はい、ちょっと前回とお問い合わせが違っているので、皆さんお間違いのないようにください。というわけで、最初のコーナー行きたいと思います。最初のコーナーは、みどりんトーク。はい、このコーナーは毎週変わったテーマを設けまして、みどりんがトークしていくコーナーです。今日のテーマは、卒業というわけで、はい、前回がね、学生時代の思い出みたいな感じだったんですけど、今回はもう卒業したということで、卒業というテーマでトークしていきたいと思います。ぜひ、チャットに参加の皆さんも、卒業についての思い出や、あと、最近卒業を迎えられた人、これから控えている人、ぜひぜひ、コメントお待ちしております。はい、卒業ね、来ました。いやね、なんか2月の、20日近辺ぐらいに卒業できますよっていう認定書が来て卒業になったんだけど、もう3年生なんで2月ぐらいからもう学校はなくて、でテストがまだ私実は帰ってきてなくて、テストいつも帰ってくる時期なんですけど、もう帰ってきてなくて、あれやばかったのかなと思ったら、その卒業できますっていう認定のお手紙をいただいて、で、その認定のお手紙と一緒に親に卒業式の招待状が入ってて、最初なんか本当になんか結婚式とかの封筒ってわかります？ああいう感じで届いたんですよ。いつも学校名とか書いてあるんですよね、封筒に。なんかそういうのって郵便物って学校名が書いてあるんですけど、学校の名前書いてあるんで、それだけ書いてなくて、なんだろうこれと思って、でも私のお母さんの名前と私の名前が書いてあって、なんだろうって思いながら開けたら、その卒業認定書と卒業式の招待状が入って、そんな感じだったんです。でもやっぱり一番思い出に残ってる卒業は中学の卒業ですよね。なんか高校は学校中心っていうよりもなんか芸能活動中心で生活してて、で学業と仕事を両立みたいな形で通ってた、そういう感じの気持ちで通ってたので、なんかそんなになんていうか学校にあまり思いをかけてなくて、だからね泣いたりとかねなかったんですけど、やっぱ中学の時って部活動もやってたし、生徒会もやってたし、でやっぱり舞台もやってたんですけど、なんだろう、舞台やっててもその学校の友達もその舞台に出てたりして、やっぱりなんか友達とかありきの生活だったんで、友達ありきの生活を送ってたので、中学時代はなりましたね。小学校の時なんか、卒業式ってなんか、お世話になりましたとか、なんかみんなで声合わせていらっしゃるじゃないですか。で、小学校の時も私、児童会って言って、生徒会みたいなのに入ったので、私も言うことなかったんですよ、セリフを。それは私もう泣いてて、小学校の時泣いてて、なんかもうなんか、セリフ覚えてないんですけど、なんかありがとうございましたとか、なんか、ありがとう、
会いましたみたいな感じで言ったから、それを聞いた瞬間みんな泣き出しちゃって、私泣きながら喋ってるのに泣いちゃったらしくて、で、なんか卒業式終わってから緑が泣きながら優勢で、なんか私も泣いちゃったよみたいな感じの子が多くて、だからもう本当に小中とすっごい泣いてたから、やっぱ高校もね泣くもんかなっていうのがありますけど、泣かなかったですね。はい、というわけでワイワイテレビをご覧の皆さん、こんばんは。ただいま緑放送局をお送りしております。今日はひな祭りスペシャルです。皆さんよかったら最後まで見ていってください。はい、というわけで聞いてくれてる。じゃあちょっとチャットを見ていきましょうか。はい、よいしょ。あれさっきやってなかった、あのラジオの、あれは学生時代の思い出ですから、今回は卒業式のあれです学校はあります。小学校は僕たち、私たちは、そうです、僕たち、私たちはなんか卒業しますって、楽しかった運動会みたいな感じですね。1年生だったら、1年生の女性1年生、2年生の女性2年生、3年生の女性3年生みたいな感じで、先輩との関わり一切なかったですね。やっぱ部活とか生徒会みたいなの入らないとないのかなと思ったりしました。なんだろう、サトシさんかな、サトシさんですか、テツさん、サトシさん、あ、テツさんだ、テツさんですかね。こんばんは、ありがとうございます。あ、トールさんかも。トールさんかもですね。よかったらお名前教えてください。間違えたら申し訳ないです。テッチョ。ダメじゃ負けよ。いやね、負けないものは負けないですからね。悲しくなかった、そんなに。時代は変わるもの、そうですね。時代は変わりますね、本当。結局しか名前の前でほどほどしないと周りが引きます。いや、私も涙もろいんですよ。だってあのドラマ、2時間のドラマとかあるじゃないですか。あれ最後のシーンだけ見てますね。感動シーンだけ見て。内容知らんのにそこだけ見たら泣いちゃうみたいな。すっごい泣き情報っておかしいですよ、使い方。笑い情報ならあるけど。すっごい泣くんですよ、泣くし。もらい泣きもしやすいし、涙腺緩いんですけど、全然泣かなかった。中学は先生が泣いてくれなかった。あ、先生泣いてたんだなって思ったんですけど。たくさん、どうぞ同じですか、緑にメッセージを送りますので、お話ししてください。あ、化粧品当たったよ。あ、はい。了解です。私くん、いい賞読みかけ。すべて緑にのせいだ。え、何がですか、あ、泣いたの、みんなが泣いたの。つられ泣き、そうなんですよ。砂で、つられ泣き、ビエーってこと。小学校の熱血先生は泣いて、お前らの顔が見えない。かっこいいっすね。なんだろう。カズさんかな、またしもね、ベックさんかな。ありがとうございます。こんばんは。自分は AKB で泣きます。AKB で泣く？どういうことですか？ AKB の歌で泣いちゃうことですか？大地さん賞の最後のあーわさーみたいな。大地さん賞って何ですか？何ですか？こういう歌。歌があるんですか？大地さん賞っていうのは。大地さん賞。ココエさんかな？こんばんは、ありがとうございます。東急百貨店でも同じものって化粧品。ああ、はい、ぜひぜひ。あ、もうまだやってるんですかね、あの AKB の皆さんのドラマ。なんか私この前ちょっと見た、ちらっと。で、ちょっとなんかあの怖いシーンだったから、飛ぼうと思った。まだやってるんですかね。6日まで。あ、まだやってるんだ。じゃぜひ皆さん、感動するそうなので見てください。はい。というわけで、なんか卒業話からだいぶ、それましたけど。あ、星さん、こんばんは。ありがとうございます。あ、
原大地を、ああ、佐太夫だ。知らないです、大地さんにって言った。神々だし。はい。うん。というわけで、緑トークをここで締めさせていただきたいと思います。以上、緑トークのコーナーでした。はい、というわけで今日は、ひな祭りスペシャルということなので、ひな祭りっぽいことをしましょう。というわけで、今日、いつも私が、音声さんとか言ってしまう曲紹介いただいた欲しいで、じゃん、桜星。私、桜星大好きなんですけど、ちょっと、ひな祭りスペシャルなんで、桜星食べたいと思います。どんなスペシャルなんですね。桜も食べるかいどうですかあられじゃないです町だろあ、こんばんはクイドルの本領クイドルだから仕方ない甘いの好きじゃないクイドルですか甘いの好きですね甘いの好きなんですけどでもチョコレートとかってそんなに食べないんですよ、うん、なんかもう食べる甘いのと食べない甘いのがありますねうわめっちゃいいですよ桜のお茶ですか？あちらにコップあったんです。で、すいません、ありがとうございます。気を利かせてくれてありがとうございます。ありがとうございます。かやわさんとお茶持ってきてくれた。優しいですよ。いただきます。持ちながらね、外に座ったら困る。いただきます。これ顔を食べるんですよね。私いつも桜餅これ顔を食べてるんですよ。間違ってないですよね。いただきます。おいしい。なんだかわかんないけど、おいしい。とってもおいしいです。笑われた。甘いお菓子は出ない。ありがとうございます。お手つきを持ってきてくれました。カメラマンさん優しいでしょ。今日まで。今日だけ？今日だけって。うん、美味しい。なんか私桜餅って餅自体も好きなんですけど、なんか葉っぱ好きなんですよね。おかしいかな。葉っぱ好きなんですけど。なんかちょっとしょっぱいじゃないですか。この葉っぱが好きなんですけど、かわいそうですか私。そんなことない。まあよかった。皮じゃない、葉っぱね。そう、昨日、でも、ひな祭り昨日ですよね。3月3日はひな祭りですね。本日に持ち越しております、ひな祭り。桜餅の葉っぱは普通の桜の葉っぱじゃないんですか？そうなんだ。いいですね。結構、うん、なんかお花のお茶って多いじゃないですか。ローズヒップティーとか、ローズヒップティーとか、ローズマリーとか、あるかな？高いかな？花です。お花のお茶好きです。麦茶とか、麦浜の前で葉っぱ体じゃないですか。葉っぱってやつです。昨日はひな祭り当日の番組にケーキだった。あ、ケーキだったんですか、昨日。で、いいな、ケーキ食べた。今日はブルー将軍さんです。あ、違います。ブルー将軍さん、5月10日です、誕生日。ミクシーベースは違うんですって。2ですか？何が、ローズヒップですか？なんでローズヒップってヒップつくんですか？みんな首が上げて。
に置いといて。将軍さんの話はいいと。そう、熱いバースデーメールをね、かいちゃんが送ったのに、将軍さんが、ごめん、俺誕生日じゃない。え、ですよね。で、今日エコーの調子が悪くて、調子が悪いっていうか、いつもとエコーが違くて、エコーかかったんですけど、なんか、いつもなんか、ワン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 って感じなんですよ、いつものエコーって。でも、そうじゃなくて、なんか、例えば、なんか、緑って言うとしたら、緑、ピンピンって感じなんですよ、いつもは。緑、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 みたいな。全部、なんか、ちっちゃくて、最初から最後までちゃんとはっきり言われてるみたいな感じなんですよ。で、なんか、今日使えなかったんですよね、それボケを。で、普通になんか謝ってました、エコーで。ごめんなさい、とか言って。なんだろう、シャンハイさんかな。こんばんは、ありがとうございます。そうか、初めて見る方もいっぱい入ってきてくれて楽しいですね。そうですね、多分ミキサーもね、どこか入れたんだと思うんですよね。エコーの種類を変えたんだと思うんですけど。ディレイタイム変えたんですね。なんとかディレイタイム。遅れるタイミングを変えた。ああ、そうなんだ。そういうの変えられるんですね。私あんま詳しくないんです。あ、シャハさん、こんばんは。山彦部屋、そうなんですよ。山彦部屋になってまして。はい。それでは次に行きましょうか。はい。はい。タイマルラジオはエコーがわからないですね。ただエコーかけます。直してね、ああもうちょっとしたら風邪治った緑になっていいと思うんですよね。
北海道で歌う卒業ソング、あ、姫まつりさん、その通りですね。北海道で歌う卒業ソングだから、ちょっとね、今までの卒業ソングとは全然違うものを作ろうと思ったんですね。だって最近の卒業ソングってみんな桜の歌ばっかじゃないですか。だからそういう桜の何歳からギターを弾いてるか、何歳からギターを弾いてるか、そうですね、高校生ぐらいですね。はい。あ、絶対頑張り屋の緑、あ、そうですね、頑張り屋の緑んですけど、後を切るのがなんか弱いっていうことでですね、まあ、ちなみにね、一緒に行くカメラマンさんもね、きっと弱いんで、ね、そんな感じで、あ、桜じゃなく雪、あー、ちなみに前、マー君さんがね、スノーメモリーで、あってましたっけ、スノーメモリーっていう曲名にしてくれたんで、また今度、それスノーにあやかって、スノーフラワーという曲に、曲名に、したのでですね。今回はちゃんと歌えるのか。あ、メモリーズマーキーだ。全然ごめんなさい。ダメだ。すいませんね。僕のブログにちゃんとメモリーズマーキーって載ってるのに、すいません。申し訳ない。てか、それでまあ雪を題材にしてるんで、スノーフラワーっていう曲にしたんですけども、今回ちゃんと歌えるかということでですね、どうなんでしょうね。ちなみに2月の28日、それこそですね、みどりさんとですね、カメラマンたちがですね、焼肉屋でバカ食いをした後にですね、電話がかかってきてですね、なんか卒業式の曲作って持ってきてよって言われて、まあ、とりあえずOK してしまった割にはですね、結局今日の朝までできずにですね、寿司かって、ああそうですね、バンクみたい、ああバンクもあるの、そういう曲、僕全然世の中のことついていけてないんで分かんないんですけど、雪の花ってなんだっけ、中島美嘉さんとかの曲に有名じゃなかったっけ、ヒデさん、来週はリベンジできませんよ、その通りですね、リベンジはそうできないですね、来週は来られないので、リベンジはできないので、今日一発でこう決めないといけないんで、まあ、一応ですね、練習はこうしてきた割にはですね、ずいぶんここに来て、またさらにこう書き直したぐらいにしてね、もうね、汚いんでね、書き直したぐらいにしてね、こうね、これがうまくいくんでしょうかね、今日はね。さて、まあ、緑に似合ってる、ああ、ありがとうございます。寿司か合ってなかったけども、せっかくだから12畳まで作りましょう、スローシーズン。いやいやいや、そんな、あの人じゃないんだから、なんだっけ、ドラムじゃないんだから、12章は勘弁してください。スノーで12章。あ、来年、ごめんなさい、今回ね、来年で決めてきちゃいました。っていうか、多分その名前、みんなにその名前で決まるんだろうなと思ってたんですけど、何かカバー。カバーはね、ここね、微妙なんですよ、実は、カバーは。だからね、カバーはね、できないんですけど、さっき、みどりんが、ぼんやり歌ってた曲があるので、それをちょっとね。つめつめ、つめつめ元気、つめつめとかって歌ってるんですよね。何者なんでしょうね。やめてください、これ、本当に。放送してない、最中に。はい、というわけで、やってきました。はい、というわけで、高校卒業ということで、卒業証書授与を横田さんにしてもらいたいと思います。あ、本当ですか。はい、お願いします。はい、いや、今やるか、もしかしたらどうしますか。今やるんですか。今やりますか。はい、やりましょう。はい、映らない、こっち行った方がいいですか。ここらへんですね。はい、じゃん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 、違うか、そんなの違うか。はい、卒業証書、千秋みどりこと、卒業おめでとう。これからも頑張って世間の人を楽しませてください。平成23年3月4日校長。ありがとうございます。本当に校長。はい、というわけで、無事高校3年間終えて、みんなとね、18歳で卒業ですから、みんなと同じ代で卒業できたんですけど、なんだ、札幌ウェブでは去年の6月から
お世話になって、でいろんな方があの私の番組を見てくれて、で緑井放送局はもう第1回なんかもう何言ってんだか分かんない、もう意味わかんない放送なのに、それをずっとみんな支えてきてくれて本当に感謝してます。ありがとうございました。高校卒業したということで、この緑井放送局はですね、今回が35回目なんですけれども、来週から毎週金曜日夜8時からの生放送になります。つまんねえとか言わないで。続きますよ、全然続いていきますので、よろしくお願いします。手紙書いてくるのかと思った。手紙は書いてこない、ね、誕生日の時にあの皆さん宛てに手紙を書いてあの号泣したことがあって、だからみんなね泣くかなっていうパターンをね今日予想してたんじゃないかなと思って、さよなら17歳、さよなら17歳っていう、さよなら17歳、はい、サルダは17歳。はい。ありがたいですね。いろんな方がたくさん書いてくれて、ありがとうございます。卒業おめでとうって。はい。女子高生アイドルからとりあえず卒業ですね。あ、青木さん、こんばんは。ありがとうございます。はい。みのりん、その制服最初に来た時の気持ちって覚えてる。いやー、私、中学からセーラー服だったんで。それもね、いいね。最初にそのセーラー服、あの制服を着た時の気持ちを覚えてるって、フレーズ最高だね。ああ。いいね。じゃあ、スメスメ、ケーズリーの後に入れてあげてください。スメスメ、ケーズリー、スメスメ、セーフスメ。出てこない。卒業式の帰りに友達と振り返り撮ったかい？撮ってないですね。ウェブスリーくらい刺さないと。刺さないです。はい、そうですね、ある意味、今日から緑井放送局シーズン2みたいな感じなので。あ、シーズン2ですか。そうですね、いつもコチロップが現役女子高生アイドルの白木緑井だったんですけど、その現役女子高生っていうのが取れますので、はい、元女子高生。女子高生こだわりますね。女子高生こだわりますね。元女子高生って、うちの母親も元女子高生ですからね。そうです、みんな、考えたらなんか結構多いと思います。全く元女子高生って全然なんか響きとしてはもう全く良さが感じられますので、いっぱいいますと思います、はい、てかほとんど女性は皆さんと思います。ブログに社名をよろろ卒業アルバムですか。ないです、ないです。何になるの。まあ、今後もこの活動を続けていきたいなと思ってます。はい、私はあのマルチタレントとして活動してたんですけど、一応あの札幌ウェブさんで一応アイドルになったんですよね。あ、札幌ウェブでアイドルになったの。はい。今それまではマルチタレントだった。はい。役者やってたし、で、うん、MC、あ、司会とかそういう仕事もするし、喋りの仕事もするし、うん、みたいな感じでいろいろやってたんですよ。でもマルチタレントとアイドルってアイドル降格なんだ。アイドルが上なんです。わかんないです。まあ、じゃあなんか人気のキャッチフレーズみたいなもんでした、女子高生アイドルっていうのが。ああ、そうかそうか、マルチタレントの白木みどりにつけられたキャッチフレーズが女子高生アイドルだったっていう感じですかね、うんうん、まあでもそこ大事ですからね。そうですね、マルチタレントって言われるよりもアイドルって言われた方がやっぱりこうあの引きがね、うん、いいと思いますね、そういう意味ではね。そうなんですかね、うん、なんかもうすごいなんか皆さん書いてくれるから、大人の階段登る君はまだシンデレラさ、うん、いい曲ですね。いい曲ですね、うん、私卒業写真歌いたいんですよ、本当は。ああ、卒業写真ね、うん、うん、あれ歌いたいですけどダメなんで、これ歌っちゃダメなんで、うん、歌えないですけど歌いたいですね。ツイッターも次の笑う街放送室芸人、まあ、この放送をもって卒業なので、女子高生卒業なので、そう、現役女子高生アイドルからの名前次何でしたって分かんないですね。それはなんかこう皆さん考えてるわけです。ああ、次のキャッチフレ
んですか。現役女子高生アイドルからアイドル卒業して。アイドル卒業したんですか。高校卒業した。現役高校生じゃねえ。高校を卒業して今度。はい。でもただのアイドルじゃちょっとつまらないじゃないですか。そうですね。ちょっと間違ったらそのうち本当にクイドルとか言われてしまうぐらいになってしまう。もう言われてますけどね。言われてますか。ね、完全にクイドル言われてますけど。なんかもう、ね、こうやっぱりこうみんながこうググッとくるようなこう。そうですね。なんか大事。芸歴18歳。毎年変えるんですよ。19歳だったら19歳。芸歴19歳。年齢減ってたら面白いですね。現役18歳、17歳、16歳みたいな、どんどん刻んでいくみたいな。永遠に女子高生アイドルっていうのですか。いつもあの制服着てこう、嫌です。だってあの、一回この制服着たことあるんですけど、もう私この制服着ないみたいに言ってて、私的にはあんまり着たくないんですよ、制服。そうか、制服ね。いやでも、制服いいじゃないですか。制服いいですか。制服ね。制服なんか私服考えなくて済んで楽っちゃ楽な気がしますよね。そうですかね。自分もありますね。朝こう、起きて時間がない時にはとっても。たかがアイドル開きの時間がある。どんだけやってくれるんですかね。ちょっとね、たかがアイドルじゃね。現役永遠の女子高生でいいんじゃない。現役永遠の女子高生。現役永遠の女子高生。難しいが、高校卒業して次の日私は働いてますよ。おお、すごいですね。就職ってことですかね。なんかアルバイトってことですかね。高校卒業して次の日働いてた、高校卒業して次の日働いてた。うん、ああ偉いですね。いいね、現役って。だからどうして夏服なの。いやこっちの方がね、色映えがするので。今日はなんか歌を作ってきていただいた。え、今日歌作ってきてくれたんですか。今日歌を作ってきてくれたっていうかさ、あのまずなぜここに一ついるかというところなんですけど。え、私あの卒業証書授与の校長先生役。まあそれもあるんですけど、前回僕出た時に、はい、あのここにほらいた、殺されちゃったいたじゃないですか。なんかぬいぐるみマスコットみたいなやつ、死亡させられちゃったじゃないですか。ここにいたぬいぐるみ。代わりのものを買ってこいって多分これ誰かに言われたんで、マーティンとかフレディ・ウィルさんとかそこら辺のいつもの常連さんの方に言われたわけですよ。はい、で、それでこうカンボジアに行ってですね、買ってきたわけですよね。はい、あ、すごい。言ってましたね、あのカンボジア行ったらなんかお土産待ってますみたいな話になってましたね。まあ、なんかこっちから見ようか。はい、こっちから。クメール語が、あ、すごい、外国の言葉書いてある。うん、すごいです、ね、俺日本の新聞だったら絶対に。お前どこで買ってきたみたいなね。はい、じゃこちら、どうしようね、わー、すごい、じゃん。あ、これお腹、いまいち可愛くないっていう噂もあるんで。え、可愛いじゃないですか。本当、あ、本当、絶対これ、俺にダメ出しされて、ダメ出しされて、あの、そして、ザ、こっちでって言おうと。あれ、ダメ出しよ。やだ、もう。かわいくない。本当ですか？かわいくないです、これダメです。だめ、なんか幸せのあれみたいな。もうちょっと、あの、かわいらしいやつにしてくれる。じゃあ、こちらをどうぞ。こっちですか？いや、これはどうですか？また来ましたか、S。はい。あ、すごーい。じゃん。あ、これ作る。あれ、どうなってるんだこれ。たまんないって。これだっていうのかな。こっちって、こっち違いますよね。お店でハマってたと思うんだよね。嘘。ハマんない？あ、なんか確かにちょっとね、まあこれでハマったってことでどうでしょう。こっちの方がやばいね。うん。変えるですよ。変えるダメですか？こっちの方が可愛い。色がなんかあって、可愛いかなと思ったけど、変えるだのだなと思って。ダメですか？え、じゃあどうしましょう。まあ、新キャラクターは。新キャラクターでこっちにしますか？こっちにしますか。その、じゃあなんか兄弟かなんかなんですかね。これですか、ええ、名前を付けてもらえばいいんじゃないですか。ブーちゃんとヒーちゃんとられるか。ブーちゃんとヒーちゃん。鈴木
けて部品みたいな。それはですね、もうあのカンボジアにこうあの行ってですね、あの来たんですけども、はい、そんな感じでちょっとそれだけカンボジアの子供たちも、はい、ぜひぜひ。で、あのこれカンボジアの僕がこう個人ですね、うん、子供たちなんですけどね。いいんですよ、この子たちが。あとこんな感じでですね。もうちなみに日本にも来たこと、真ん中の女の子も日本にも来たことあるんですね。あ、そうなんですか。あ、多分僕の番組あの歌ってます、ね。はい。で、あとこんな感じで男の子たちの写真もある。楽しそうですね。非常にですね、やっぱり目がすごいキラキラして、うん、で、なんかいや今の日本の子供たちってこんなに目キラキラしてんのかしらみたいな思ったりなんかしてね、思うんです。そんな感じでカンボジアに個人に行ってきましたって話にならないですけどね。まあそんな話はとりあえず立っておきですね。というわけで、はい、あなたが焼肉を食いまくって戻ってきた2月28日の夜に、はい、カメラマンから電話かけて、はい、リオとオムソあの今度病院に放送局にさ、卒業式、卒業の曲書いてきてる。マジっすか。そんな日いや、ありがとうございます。というわけでね、2月28日で、はい、まあ、でも出来上がったのはね、本当に今日の朝だったみたいな、ね、さっきもここで直ったからね。はい、じゃあ歌ってもいいでしょうか。はい、お願いします。というわけで、実は、チャットをやってる方で、実は知ってるんですけど。え、知ってるんですか？でさっき僕だって一人で喋ってたから、その話を。はい、というわけで、はい、スノーフラワー、ね、緑放送局卒業式スペシャル用に発表したので、はい、じゃあ聴いてください。涙を溶かす雪の空、一つ終わり一つ始まる涙を溶かす。
食べつきで、食べつきじゃない時にちゃんと歌えればいいなと思ってます。いや、感動しました。いや、ちょっとね、カメラ回ってなかったら泣いてるかもしれないんで、ちょっとうるっとした。うん。ありがとうございます、本当に。なんか、あの、卒業ソング作って、こうやってやっぱりこういう機会をもらって、はい、本当にこうすぐあの曲自体はもう3月1日に別海っていうと道東の方の出現を見ながらすぐ曲ができたんですね、はい、それで歌詞どうしようかなとずっと思ってて、あの北海道あの世の中に流行ってる卒業式も歌って、なんか桜の歌ばっかりが多くて、そうですね、それで北海道で僕らこう北海道からこう発信しようって僕ら頑張ってるわけだから、あの桜じゃないあの卒業式ソングを作りたいなってすごく思って、それで、まあ、こんな感じになって、でもこれ本当にあの多分こういうみどりがいなかったら多分こういうふうに詞出てこなかったと思うので、そういう意味では、ね、ありがとうございます。いや、これは本当ライブでも多分結構歌っていこうかなと思う。なんか本当になんていうか北海道の人だからこそ、うん、なんか染み渡ってくる歌詞っていうのも、うん、いいですね。その卒業イコール桜じゃなくて北海道の場合は雪が降ってるっていう感じなので、そのなんていうか、もう よかったです、もう本当によかったです。虫くん、花粉症じゃないですよ。花粉症じゃないです。はい。CD にしてくださいって。あ、いや、というか、これ、基本的に、本当、音楽を歌ってもいいように考えてる。はい、歌いたいですね。逆に、これ、もうちょっとキー上げて、あの女性が、こう、というか、緑になったら。このタオルでいけますね。私、結構声低いんですよ。え、これ、低すぎるだね。そうですかね。うん。どう思うけど。いくらなんでも。マグが横田さん、僕の卒業式でもお願いします。神戸まで。神戸まで来て。神戸ですか。神戸。神戸今スカイマークで安く飛べるからね。偶然に行くからね。じゃあ、ありがとうございました本当に。カメラマンさんから曲作ってくださいのお願いで作ってください。カメラさんが納得してる。そんな言い方してないみたいな感じで。はい、というわけで、もう1時間になるんですね。はい。はい、お送りしてきましたけど、今度からこれがマスコットキャラクター。その3匹のうち、誰かかもしれないし、みんなかもしれないし、これから準レギュラーを狙ってます。準レギュラーを狙ってる。まあ、軍団です。またてか海外来た時に必ずこういうの買ってきてここに行くよという目論みを立ててるんで。どうするんですか、私のもう机の上バーンみたいな。誰もあるとそんな感じですね。ちょっと次回ちょっと中国を行く予定を考えて。はい。じゃあ中国で怪しいものを買ってくる。怪しいもの、可愛らしい準レギュラーになれそうなもの。お願いします。はい、というわけで今回は皆さんに言わなかったんですけど、ひな祭りスペシャル、そして卒業式スペシャルということでお送りしました。なんか音楽をつけてくれましたけれども、これからも毎週金曜日、夜8時に札幌ジムで皆さんにこういうふうに会えると思うので、これからも応援、そしてこの番組を見たりしてください。よろしくお願いします。ちょっと今回はパフェとの先はちょっと省いて、次回の放送日は来週3月11日金曜日の夜8時からとなっております。そしてこの後に9時から放送の新笑わち放送室の今夜のパーソナリティは私なので、よかったら皆さんぜひ見てみてください。よろしくお願いします。今夜のゲストは横田隆さんでした。のゆまる北海道グルメ特選便伊藤ショップ札幌探偵事務所食材茶箱から美容サロン G の協賛でお送りいたしました。はい、というわけでチャットに参加してくださった皆さん、そして横田さん、ありがとうございました。皆さん来週の放送まで。